XC-142 ボート XC-142XC-142 はアメリカのティルトウィング式垂直離着陸機である。開発、製造はボートエアクラフト。世界初の4発垂直離着陸機である。V-22 をスプレーの先駆者というべき機体であり、開発には成功しながら実用化されなかった機体として知られている。 国立アメリカ空軍博物館に展示されている XC-142950 年代から世界各国で様々な垂直離着陸機が試作、研究されていた中、1961年に陸、海、空山群共同で垂直離着陸が可能な輸送機の開発に着手すると発表された。ボート以外にも、ライア愛イ航空機や過去に、 同様のティルトウィング機を開発した経験を持つ、ヒラーエアクラフトも開発に参加、XC-142 a と命名された、試作機が5機製造された。1964年9月29日に初飛行、同年12月29日に初ホバリング、1965年1月11日には、垂直離陸水平飛行垂直着陸の繊維飛行に成功。 その後もテスト飛行が続けられ、航空母艦への離着艦等も行われた。1967年には空軍が海軍仕様を除去し空軍専用とした量産型 C-142B を提案したが、XC-142A の試作後機のいずれもが事故を経験し、うち3機は喪失する等開発は難航し、結局1970年までテストを行ったものの、 実用化は断念され量産型はペーパープランのみとなった。世界初の4発垂直離着陸機とあって、それまで各国で開発されたものに対して大変な大型機であった。4発のターボプロップエンジンによって4機のプロペラを駆動するが横安定を確保するためすべてシャフトで連結されており、回転バランスが保証されていた。また、 ここから後ろにもシャフトが伸ばされておりこれで尾翼のさらに後方の張り出し髪型にある小さなテールローターも駆動され縦安定を担った左右のエンジンをシャフトで連結し回転の完全な同調を保証する点は後の V-22 等と同じだったが V-22 らの主翼が固定されローターだけが向きを変える方式とは違い主翼ごと向きを変えてしまうのが 最大の差だった。これにより、プロペラを真上に向けての垂直離着陸において主翼が邪魔になりにくい、エンジン取り付け部の設計が容易4発以上の大型機が作りやすいといった利点が生じるが、繊維飛行や短距離離着陸等車場に向けての飛行においては逆に邪魔をしやすい、主翼と胴体の接合部分の設計が難しい等の問題もあった。また、 X-18 や CL-84 等には XC-142 同様のテールローターがあったが V-22 には前身となった試作機も含めテールローターはない。なお V-22 ではローターの直径が大きく地上での前傾角度に限界があるが XC-142 ではプロペラ直径は比較的小さく 地上で水平にしても何の問題もないため完全に前に向けて普通の離着陸もできた。主翼を車上に向けての滑走では一見失速してしまいそうに見えるかもしれないが実際に当たる風はプロペラ交流と合成されることにより見た目よりも向かい角は小さくなり失速を防ぐことができる。このため下主翼は根元と翼端のギリギリの場所以外プロペラの回転圏内に入っている。 また、水平尾翼も主翼に合わせて角度を変えるようになっている。ベトナム戦争の戦費口等による予算削減等で開発は中止され、実用化と量産への道は断たれたが、6年にわたるテスト飛行で多くの貴重なデータをアメリカに提供した。生き残った2機は現在国立アメリカ空軍博物館でテスト時の写真等と共に展示されている。ありがとうございます。